どうもダイのです今回は僕の好きな映画、ジャンクヘッドについて紹介していきます。皆さん、ジャンクヘッドって映画をご存知ですか僕、最近 Amazon プライムで初めて見たんですけど、これめちゃくちゃ面白いし、めちゃくちゃ海外でヒットして、あの、日本の監督の人が2010年ぐらい、2007年ぐらいかなになんかほとんど一人、まあ4人ぐらいのチームで作り始めて、で、海外でめちゃくちゃ売れたから、2017年に海外でめちゃくちゃ売れたから、えー、2021年に日本に上陸してあの上映されたらしいんですよね。で あの、珍しいストップモーション映画なんですよ。ストップモーション映画ってあの、なんだろう、ぬいぐるみとか、あの、フィギュアとかを一回置いて撮影して、ちょっと位置変えて動,あの動かしてみたいな、あの、パラパラ漫画みたいに、めちゃくちゃ手間暇かかるような、あの、羊のショーンがやってるようなタイプですね、の、あの、え、あの、アニメスタイルなんですけど、大体、その1秒、あのアニ、アニメを作るのに、24枚ぐらい写真が必要なんですよ。それを、まあ100、100分ぐらいの尺に収めるということは、めちゃくちゃ途方もないぐらい、そのストップモーションというか、ちょっと位置を変えて撮って、撮って、ちょっと位置を変えて撮ってっていうのを、めちゃめちゃ 繰り返してすごい。なんか労力というか。あの？ 努力の詰まった決勝の映画なんですけど、まあ、そんな、あの、まあ、僕たち見てる側からしたら、そんな、ストップモーションとか、あの、あの、監督の努力とかどうでもいいじゃないですか、正直。その内容が面白いかどうかじゃないですか。ジャンクヘッドめちゃくちゃ面白かったです。で、どんな話かっていうと、なんか結構グ,グロー表現がありの、あの、SF ファンタジーって感じですかね。で、あの、設定が、あの、いあのだいぶ先の未来の話なんですよね。で、人間が、ものすごい長寿、あの、ま、半分体をサイボーグにして、まあ、あの、首から上ぐらいが人間だけ になってて残りは全部あのサイボーグ化することによって長寿になることはできたけど代わりに生殖能力が失われてしまったんですよね。で まあのテラフォーマーズじゃないですけどあのテラ,フォテラフォーマーズはあの火星にゴキブリを送ってあの火星を温めたじゃないですかそんな感じでマリガンっていうあの新しい生物を作ってあのまあ、地球の地下にあのなんか解き放ったんですよねであのまあ生態系維持だったりとかあの,かの大気汚染とかが進んでる環境下でもあの生息できるような生物を生物通称マリガンを作ってあの で、あの人間っていうのはめちゃくちゃ上空というか、そのビルの最上階的なところで、あの細々とあの 3D 空間というか Web3.0 というか、あのなんかバーチャルリアリティを使って余生を楽しんでいるような世界観なんですよね。だから、あの、 な,なんだろうあの人間っていうのはその椅子,椅子に背,背骨からなんかマグネットみたいなの出てきてであの椅子にもなんかそあのその背骨とくっつく場所があってそこにくっつくと 3D 空間仮想空間の中に入って友達となんかおしゃべりしたりみたいなあの世界観があるんですよね。ただそのの一方でももとかもすごいしあの なんか未知のウイルスによって人類がめちゃくちゃ死んでます。30%ぐらい死んでます。このままじゃまずいから、あの、地下の、あの、調査員、そのマリガンたちの生息地に,に行きたいっていう調査兵を志願、あの、なんか徴兵しますというか探します、募集しますみたいなのが出てくるんですよね。で、主人公の男性が、まあ、あの、ダンスの講師をしてたんですけど、でまあ、あの、その 3D 空間上で、あの、まあ、いろんな人たちにそのダンスを教えてたんですよね。で、 ただ、もう、もう、あの、まあ、ダンス講師としてやっていけないから、そして、なんか、その、なんか、冒険するのって面白そうだから、志願してみるよっていう風に言って、その地下の空間に、えっ、ー、と、突入していくっていうお話なんですよね。で、その中で、その、マリガンっていう生物ってものすごい多種多様な生態系があって、なんだろう、あの、人間、な,なんか、あの、ヌラリヒョンみたいにちょっと頭が大きい人間型タイプのやつもいれば、あの、 スラッと手足が長い人間タイプの、のあの、なんか全身ミイラ男みたいな包帯巻いてるような男、あの人間もいれば、あの、なんか両腕が、すごいタコのあタ、タコのなんか触手みたいに5、6本それぞれの両腕に生えているような、あの、生物もいたりとか、えっ、ー、と、他にも、もうものすごい凶暴な、あの、目、目、目が退化した、あの、でっかい犬みたいな、あの、生物もいたりとか、あの、人間というか他の生き物をあの襲って食べるやつみたいなとか、あの、 なんだろうえっ、ー、と壁を掘って穴を作っていてであのその穴に近づいたやつをあのちあの食べるチンアナゴみたいな,、えー、となんか巨大な生き物だったりとかすっごいいろんな生き物がいるんですよねでその中で、まあ、生き物たちは繁殖していると人類はもう繁殖能力を失いましただから彼らのなんか遺伝子情報とかを、まあ、採取して帰ってきてくださいっていうあのミッションにあの主人公が挑むんですよ。っていうお話なんですけど。 まああのあの先ほどちらっとお話ししたように結構グローい,いんですよねで、まあ、の食物連鎖だったりというかちょっと血の描写とかも結構あの鮮明なんですけど。 あの前半はね、主人公がひたすら、ひたすら下に落ちていく話なんですよ。あの、ま、地上から、そのなんかロケットの下バージョンじゃないですけど、地下に落下しますっていう風に落ちてって、で、あの、ま、開始10秒ぐらいで、その下に住む知能を持ったマリガンたちが、なんか上からあの落下してくるぞ、とりあえず撃っておけばっていう風に言って、なんかバズーカポーンってぶちかまして、その主人公が落ちている、あの、落下している時のカプセルに無事め命中して、もうあの、四肢がバラバラになっちゃって、で、あの、地下で、あの、ま、すごい賢い、あの、博士、博士タイプの、あまあ、博士って呼ばれている人に、 あの体を再構築してもらって、まあ、あなたは地,地上から天空から降りてきた神様ですっていう風にあがめられるんですけどでそ,その、まあ、バズーカを打たれてあの体がバラバラになったショックで主人公は最初あのミッションというかあの記憶を失ってしまうんですよね。自分はなんででここににいいるのかとえっていう風に思ってたんですけど ま、あの、地下を案内してもらっているうちに、あの、まあ、ショックで、あの、な虫に襲われ、そのでっかい、あの、チンアナゴみたいな虫に襲われて、あの、自分の頭に強い衝撃が走ったおかげで、記憶が戻るんですよね。あ、そうか。自分は地下に潜入しなきゃいけなかったんだ。遺伝子情報をもらわなければいけなかったんだ。この、なんかわけのわからないような、あの、あの生物たちと慣れ合っている暇は、ねあ、というか、こいつらは敵というか、あの未知の生物なんだからもっと警戒しなきゃっていうふうに思って、なんかさっきまで、あの、地下を案内してくれていた、まあまあいい、いい人たちとい、いいマリガンたちを、に対して、 で、なんかあの、攻撃の構えを取って、あの、ひたすら逃げたんですよね。で、ひたすら逃げたら、 ちょっと良くないところに逃げちゃったみたいで、あの、まあ、足を滑らせてさらに地下に落ちちゃって、で、あの、さらに地下に落ちたから、あの、せっかく、あの、体をバラバラにして、したのを、なんか、ロボット、ロボット系の体に、体に直してもらったのに、さらに地下に落ちて、あの、もう体がさらにバラバラになっちゃって、で、その、さらに地下では、なんか、ろくな、あの、まあ、メカというか、機械、機材とかがなくて、ものすごいボロボロのポンコツの、あの、なんか、ガラクターで、なんか集められた、あの、体に作り変えられてしまうんですよね。っていうふうに、なんだろう、主人公がどんどん物理的にも、な なんだろう、あの、健康的にもどんどん、あの、下に落ちていくっていうのが物語の中盤ぐらいまでなんですけど、それから、まあ、その、序盤で出会ったその博士周辺の仲間だったりとか、あの、その、さらにどん底の地下で、えっ、ー、と、まあ、いろんな人たちと出会うんですよね。あの、工場みたいな村で働いている人たちがいて、あの、ま、人,人というかマリガンたちがいて、そこで、なんかあの、ガスを調整してたりするんですよね。で、その、なんか、8番缶のガスがすごい溜まりすぎているから、他の缶に逃がせみたいな、んで、あの、 その、まあ、あの、なんかガ,ガスの管理とかをしている村とかにたどり着いた時も、あの主人公は、また記憶を失っている状態なんですけど、その記憶を失っている状態で、なんか悪い奴に騙されそうになったりとか、なんかあの村を襲ってくる、なんかすごい異形の化け物と、あの、なんか戦わなきゃいけなかったりとかしていくうちに、その、まあ、知性を持ったマリガンたちと、なんか協力体制というか、あの仲間意識が芽生えてくるんですよね。で、まあ、最終的には、 あの、記憶も戻って、その、ある程度、その、小切れな見た目のロボ、あの、ロボットの体が手に入って、そして、まあ、あ村を、村に、あの、脅威を振りかけてきた、あの、悪い怪物も倒しました。っていう状態で、 あのじゃあ何だろうその,人間その人間の目的もそのマリガンの人たちに理解してもらった上で協力あのしてもらうことができてあの、まあ、生殖能力を手に入れたいんだったら僕たちマリガンっていうのは、えー、とすごい生命の木まあなんかアダムとイブみたいですよね生命の木からあの僕たちはあのなんか何百もの,その実がなるんですけどそのマリガンあの生,生命の木からねその,その実が床に落ちてあの僕たちマリガンが生まれてるんですよだからその生命の木のところに行ったらあの、まあ、人類の何か役に立つような情報が手に 入るかもしれませんっていうことで「あじゃあ,あの生命の木のところに行くよ」っていうふうに主人公は言うんですけど。 その中でなんか知り合ったあの女の子だったりとか女の子のボディーガードというかなんか幼なじみのなんか手があのタコみたいに何本もあるあの職種の,あの男の子だったりとかとえっ、ー、と旅をしに行くっていうところで第一章が終わるんですよねであのこのジャンクヘッドっていうのは第3部構成になってるらしいんですけど第2部を現在鋭意制作中らしいんですよねジャンクヘッド2を作るためにはあの今クラウドファンディングしてるらしいんですよあのクラウドファンディングってまあお金集めてるってことなんですよねだから まあ、な、なんだろう。まあ、一部作作るのに7年かかったから、えっ、ー、と、また七年、まあ、あと二部三部七年七年ぐらいかか,かかるっていうのを考えたら、まあ、あと十五年ぐらいです 完結するまであと15年ぐらい先かもしれないですけど、あの、正直すっげえ面白かったんで見る価値あるかなって思いますね。だから、まあ僕もこれが終わるまでは、まあハンターハンターとあのジャンクヘッドの完結が、あの、完結するまでは死ねないなっていうふうに思う今日この頃です。なのでまあ皆さんもぜひ Amazon プライムとかでぜひあの、今無料のうちにあの、見ておいて、そしてどんな感想だったのかなんかあの変な話だったなみたいな、なんでもいいのでコメントをしてくれれば嬉しいなというふうに思います。ということで今回は以上。